けるつもり。かまいない。収束ね。おっす。グード山田チャンネルです。鈴村ちゃんだよ。はい。ちょっと一個質問というか、はい、確認なんですけど、はい、眉毛に行ったじゃないですか。はい。でまあ、前にだいぶ前なんですけど、うん、動画で、まあ、ストッピングの眉毛をやったんですけど、うんまあ、空手のね、まあ、本来の空手で、うん、ストッピングって、まあ、当然英語ですし、うん、ないじゃないですか、うんまあ、やっぱ空手っていうのはこの一撃、うん、で正規的に一撃って言ったら先輩昔習ってますけど、うん、眉毛にもなんかこう一撃で相手やっつけるみたいなイメージがあるんですけど、うん、実際そんなんで、まあ、見ないじゃないですか実際格闘技で、うん、眉毛にって一撃で倒すとか、まあ、絶命させるようにって、うん、可能なんですか、うん、できるよ。それが前蹴りですか。それは、だ力が強いとか、うん、技術ってことですか。技術。おお、はい、一つご教授いただけないでしょうか。了解です。よし、はい、じゃあやります。よし。あと前蹴りもですね、後ろ蹴り横蹴りってやったのと同様ですね。構えた状態から、まずは前回ストッピングやりましたね。ストッピングは上から踏みつけるような感じで距離を取ってやりましたね。そうじゃなくて次は抱え込んできて腰で押し出す感じ。押して前後後ろから前に出ます。とかで抱え込んでこれも一緒です。上がって押して戻る。あとはして戻る。ここまでは普通に誰でもできるで、この形で。それもあとは効かせないイメージ。何を壊すイメージなのか。まあ、硬い木の板を壊したり、ブロック塀を壊すイメージで、ドワーンっていける人多いんですけど、そうじゃないですよね。人間の体って水の入った袋の、皮の袋なんですよね。だから水風船を破壊するイメージで蹴らないとなんですよ。だからゴムに入った水を破裂させるようにインパクトを取らないといけないんですよ。でも普通の人は硬いものを壊すイメージで蹴るんですよ。じゃあ破裂させる。水風船破裂させる。そのイメージを持ってやってもらいたい。でそれに対してはインパクト、インパクト、上からストッピングで押さえて相手を遠くにするんじゃなくて、相手は動かないまま、相手は動かないままこの部分だけを穴を開けるつもり。構えて収束で、収束で穴を開ける。そうすると胃、腸、中の水の入った空気の入った袋が破裂する。ストッピングじゃん。ストッピングじゃん。入れましょう。刺さるように、刺さるように、刺さるように、刺さるように打つ。おいし。それ今。おっす。何してんの？組手で使わないでください。組手で使わないでください。はい、以上です。ありがとうございました。